緑はマイクロソフトリサーチが開発中のマネージコードをベースとしたオペレーティングシステムのコードネーム。緑というコードネームはチェス A システマティックテスティングツールフォーコンカレントソフトウェアと題したパワーポイントのプレゼンテーションで初めて一般に明らかになった。2009年4月プログラミング言語ビットックとオペレーティングシステム雇用テスを推進している。 ジョナサン・ S ・シャピロはマイクロソフトで緑プロジェクトに関して職を得たことを発表し2009年8月以降はビットックについて作業しないとしている平行性を重視した設計でアプリケーションは複数の場所で動作できるまた全く新たなセキュリティモデルを採用しアプリケーションのサンドボックスによりセキュリティを強化している マイクロソフトは Windows から緑へのいくつかの移行経路を明らかにしている。シンギュラリティオペレーティングシステムの商用化される可能性のある実装の一つと言われている。シンギュラリティは2003年に開始された研究プロジェクトでコーディペンダブル OS であり、カーネルもデバイスドライバもアプリケーションもすべてマネージコードで書かれている。マイクロソフトのオセロコンポジットアプリケーション。 イニシアティブとの関連から、プログラミングモデルはメタデータに依存し、アプリケーションの管理が強化されると言われている。ありがとうございます。